せーの、マイテスマイテス。かみつきのるいとみさきです。よろしくお願いします。今回もやってまいりましたアンスタミリシラクイズ。イエーイ。前回はフィーネ編でしたね。はい。はい。今までね触れてこなかった夢の先学院時代のちょっと深いところにね。前回はググッと迫った回だったんで、ルイタもよりアンスタにね、興味が湧いたんじゃないかなと思うんですけども。そうですね。なんか、秘められた闇というのが、ちょっと隙間から見てしまったような気持ちになりました。ねえ。なんか、深淵がちょっとちらっと見えました。そうですよ。アンスタの深淵を覗いているとき、またアンスタもこちらを覗き込んでいる。そういうことですね。そうか、アンスタにも見られているのか、私は。ぜひね、まだ見てない方いらっしゃったらご覧ください。はい、お願いします。はい。では、本日、麦しらに挑戦していただくユニットはこちら、あかつきでーす。あかつき、では、このクイズのルール説明、今回も画像で失礼いたします。詳しいルール説明は第1回目のラビッツ編でお話ししておりますので、初見の方はぜひご覧ください。ではまず、あかつきというユニットの公式からの説明をご紹介します。はい。あかつきはですね、このエッチなメガネの人が率いる和風ユニット。ファンサービスは控えめで真面目な気質のため、メディアの露出では情報番組のコメンテーターやラジオ番組のパーソナリティ、ドラマや映画など文化的な仕事が中心的、テーマカラーは赤となっております。情報番組のコメンテーターやってるんだね。アイドルの方でもこうニュース番組出てらっしゃる人実際にいらっしゃいますか？ああいう立ち位置ってことですね、多分。そうですね、ちょっとあの賢い感じのね、インテリ系な子が出てる印象ではありますけれども、うんうん、ということで今回もまずはルイタの考えてきてもらったプロフィールの方を発表していただきたいと思います。お願いします。はい、まずはあかつきという、ユニット名から調べてまいりました。紅の月と書くんですけども、一文字であかつきって読める漢字あるじゃないですか。はいはいはい。あちらで調べてきたんですよ。赤い月ではなくね。赤い月って意味あるのかな。ちょっと待って、あるのかな。だいたい古文とかだったりするんだけど赤い月を意味するそのまますぎ。なんかこの漢字での意味はあまり存在しないみたいだったんですけど、うんうん、赤月という漢字には太陽が昇る前のこのぐらい頃、ほうほう、いや待ち望んでいたことが実現するその時っていう意味があるそうなんです。で、まあいろいろそこからエッチなメガネの人がいろいろ関わってくるんじゃないかと。あの副会長さんだって前回お聞きしたので、はいはい、生徒会がいろいろねなんか関わってくる話にちょっとお聞きしたので、そういう部分も含めてあるのかなという考察でございました。じゃあまず赤髪の少年、私が赤月っぺー赤月っぺーと。そうだね、言ってたね。赤ということで大推ししていた赤月メンバーに入れたんですけども、はい、お名前八重樫大河くん。おお、大河かっこいい、はい、頭を使うこと過去勉強などが苦手、うん、しかしスポーツと家事全般は得意で、特に料理の腕前はプロ並み。めんどくさいことは嫌いだが、やると決めたことは最後までやり遂げる努力家。落ち込んでいる人を見ると放っておけない。包容力のある優しい性格。動物に好かれやすく、年の離れた妹がいる。あー、なるほど。はい。で、キャラクターボイスは佐藤拓也さんです。おー、いいですね。佐藤拓さんよって思った、これを見た時に。なんかこの暁全体を見て硬派というか、まあ、真面目な一面もあるけど、うん、やっぱりエッチだと。エッチじゃんと。真面目な素敵な紳士も演じられるし、ちょっとセクシーなところも演じられるような方を今回は選んでみました。ね、いいエッチだわ、はい、佐藤拓さん。佐藤拓さんはエッチだよなんかこうルイタンが大好きなギャップな一面がちょっとある感じに見て取れたのかなと思いますけど。雨が降ってる道端で子犬に傘を差すタイプの男、しゃーねーなって言いながら傘飛んで差してくれるタイプの子ですよ、この子は。
アンスタの中ではそれがマジで一番似合う男だわいや本当に口では強い口調なんだけど、うん、もう心がとっても優しくて、うん、なんていうの、世話好きっていうか、そういう人であってほしいなと思って、そんな感じにしてみました。いいですね。つい今さっきね追加してくれたこの年の離れた妹がいるっていうのはどういうことでしょうか。いや年の離れた妹の世話してそうじゃんしてそう、してそう、なんかもう超可愛がってそう、うるせえなとか言いながら着替えとかお風呂に入れるとかもう全部できちゃうパパパパみたいな、男性からも慕われるし、うん、これ女性からも養われたい大河に養われたい、なんていうの、スーパーダーリーっていうの、はい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 、そんな感じ。勉強とかはできないけどね、隣のタイガ、ね、はい、ありがとうございます。まあ、名前もいいね、タイガっぽいもん、タイガっぽいよね、うん、なんかこう強い感じの印象のさ男の子の名前にタイガってつきがちじゃない。うんうんうん、顔にすごい合っとる、うんうん、だわ、顔がいい顔いいよな今じっくり見てしまった、顔いい彼氏にするならこういうタイプがいいな。いやわかるわ、性格の面も含めて彼氏にするならこれ、なんていうの、気取ってない気遣いの仕方をしてきそう、うんうん、なんか飲み物いるとかをスッて聞いてくれそう、うん、みんなもちょっと妄想してくれ、八重樫タイガで妄想してくれタイガのいる生活ハッシュタグいい、最高付き合ってもいいし結婚してもいいなんて最高だよ、すごいな、結婚したい男と付き合いたい男って大体逆なのよ。そうなんだよ、一緒なんだよ、タイガに限っては。タイガって新しいキャラがちょっと前に出てきちゃったのよ。ごめんなさい、タイガになっちゃったじゃん。アンスタ公式さんごめんなさい。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、では次、紫髪の少年、お名前、桜庭宗志郎くん。宗志郎くん。父親の影響で幼い頃から武道、過去剣道と居合道を習っている、家に道場がある、少々抜けているところがあり、またすぐに人の言葉を信じてしまうので冗談が通じない、仲間思いで優しく裏表がないまっすぐな性格、赤髪の少年とは幼馴染で彼は一人っ子です。あー、なるほどなるほど。キャラクターボイス、大塚武雄さんです。大塚武雄さん、私存じないぞ。私も最近存じ上げた声優さんなんですけど、聞いてみます。私が見たやつではすごくしっかりしててスマートで、うん、なんか肝座ってるというか、肝座ってるこうどっしり構えてお話ししてらっしゃったのがすごい印象的で、あともうまず声がいい、そこで選ばせていただきました。うわ、なんか見た目もいい、そうかっこいい俳優さんみたいな、落ち着きえぐいね、受け答えもしっかりしてらっしゃるし、なんかこの桜庭宗志郎くんは剣を持ってるから、うん、もう昔からそういう武道みたいなものを習ってると思って、うん、その武士みたいなキャラってあんまりこう喜怒哀楽をこう表に出さないようなイメージがあるし、あ、はいはいはい、なんかすごい嘘とかもつかないまっすぐな性格っていうのも当てはめてみて、ぴったり自分の中であったので選んでみました。桜庭家の一人っ子であるんですけども、うん、武士ということで、うん、もう皆さんが思うザ・武士キャラみたいなのを、うんうん、想像してもらえれば、まあ、間違いはないかなと思います。こう各コンテンツに一人はいるちょっと和風な感じのねキャラクターですね。和風超真面目な、人の言葉を信じてしまうので冗談が通じないのかそう、例えばあの山奥にすげえでっかい落雷いたんだけどとかめっちゃ嘘で言ったらすごい真面目に縄とか準備して行きましょうって言いそう捕まえに行きましょうみたいな感じのことを言ってみんなを笑わせてくれそうだな。でも彼は至って真面目ですよ可愛いですね、そういうところ。そうやってみんなにちょっといじられて、大学にやめろよって言われちゃうこいつ真面目だから本当通じないからみたいな幼馴染なんだった。そう、そう幼馴染なんです。お互い信頼し合ってる関係だったら素敵やなって。やっぱ気真面目がゆえになんか敵ができちゃいそうな感じでもあるんだよね。だからそういう子たちを八重樫くんがペイペイと守ってくれたり、まあ、逆もしかりあったり、うんうんうん、
そんな友情があるのかなと。なるほどね。ぜひ見たいです私が。ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後、緑髪の少年、イエーイ、お名前、イエーイイエーイに反応しちゃうじゃん。お名前、氷河秋人くん。氷河、鏡に花と書いて氷河です。性格、実家が有名な日本舞踊の家元であり、小さな頃から舞台に立っている。学力も常にトップで生徒から憧れられる存在。もともと才能があるように見えるが、実は努力型の人間で、結果におごることなく周りが頑張れるように導ける。ハコ、教え方はとってもスパルタ、厳しくも優しい性格。部屋着は浴衣であってほしい、かっこ大願望姉がいますはい、で、キャラクターボイスは新垣たるすけさんです。はい、ルイタン一押しの新垣さんが。いやー、もう新垣さんは一生好きもう好きなキャラに好きな声優入れちゃったもん。新垣さんって皆さんご存知ですよね。ご存知のなのはもちろんお分かりなんです。新垣さんって私の中でイケオジなんですよ。でも声が高校生なのバーバーってなる。なんか喋り方も物腰柔らかいし、もし知らなかったっていう人いたらチェケラしてください。この方も真面目なキャラクターも演じられてますし、セクシーな大人なキャラクターも演じられてますので、やっぱそこにね、副生徒会長といううまみをプラスして最高のキャラクターが出来上がってる。ありがとう。一応日本舞踊の家元なんですけど、氷河、流っていう日本舞踊の、かっこよ、はい、日本舞踊の流派でございますお姉ちゃんもいるからお姉ちゃんもやってるんだけど、いや綺麗そう。お姉ちゃん綺麗よ、もう何でもできちゃうって感じのお姉ちゃんいそうだよね。うん、いそう。昔小さい頃から舞台に立ってるので、うんうん、まあ、踊りとかね、うん、歌とかもねお上手と、うんうん、でもやっぱ小さい頃からそういう風にやってるとしてもさ、うん、もうそこからのちっちゃいちっちゃい努力の積み重ねで、うんうん、今こういう風に舞台に立たれてると。なるほどね。でお願いだから部屋着は浴衣であってほしい。これはもうずーっと言ってるからずーっと言ってるからずーっと言ってるから、これ実装を頼むいやだってさ、この今出てるイラストはこう衣装のね、うん、きらびやかな感じですけど、部屋着で髪のセットもせず、多分直毛だよね彼は。直毛だからこうまっすぐこう髪がタラーンってなってて、うん、で浴衣でメガネかけてんだよ。やばすぎ。セクシーの何者でもないじゃん。ゴンゲじゃん。ゴンゲ、エッチのゴンゲ。語弊があるな。ちょっと違った。エッチのゴンゲ。エッチって言うとなんかちょっと上品さに欠けちゃう。すまんすまん、うちら何度も何度もエッチエッチ言ってますけどエッチというよりはな、色気っていう言いたいかな。あ、色気のゴンゲね。そう、うん、塩ビ一生懸命綺麗にしようとしてるけどもうどうせイコールエッチだから和風な感じのこの色気ね、日本っぽいと、はい、艶やかな感じというか、そう、つややかな上品な色気が漂ってほしいな、日常からね。ヘアセットとか苦手そう、うん、でもやってんのかなちゃんと。どうかな、くしでガーって解いてるだけじゃないさ、でもなんかそういうの無頓着であってほしいよね。悩ませるなこのキャラは。なんかタイガ、ヤイガシ君が氷河君と桜庭君にコーデするっていうイベントくださいイベント待ってますあーおもろい、ありがとうございます。盛り上がりました。はい、よかったです。では答えが揃いましたので、続いてはミュージックビデオ視聴タイム、イエーイ。今回もルイタンにはアンスタの公式から YouTube に上がっているユニットの代表曲のミュージックビデオを見ていただこうと思います。こちらの画面には私がアプリの方でプレイした動画を流しますので、みんなで楽しみましょう。イエーイ。はい、では今回暁からはこちら、百花繚乱暁よという曲のミュージックビデオをお届けしたいと思います。ルイタン多分好きだと思います。もう好きもう好き、早匿名で好きですはい、それではミュージックビデオスタート。百花繚乱かっこいいね
ワロテルで。ワロテルで。ワルポルで、おい。かっけー。わかんねー。かっこいいけど。いい曲だな。いいだろう。うわー、真っ赤だ。せいや。すごい。はあ、せいや。ほら、日本舞踊やってるって。やっぱやってる？やってるよ。センス使いがね、えぐいからね。うん、この人剣持ってません。左右から抜いてます、この人。危ないです。おまわりさん、おまわりさん、危ないです。あ、しまったよ。危ねえ。銃刀法違反で捕まるところだった。いやー、演出が豪華で素敵だわ。なんかマイクもちょっと和柄で、なんか黒に赤の素敵な刀みたいな刀みたいな感じでこだわりが感じられますね。かっこいい。他におすすめ曲ありますか？あ、他におすすめ曲ですか？はい。お腹出てるじゃん。そう。エッチ。助かる。私は CV 当てなきゃいけないんだから。あ、そうだ。エッチばっかり考えてないで。本当困っちゃう。もうお腹にしか目いかんから。本当だよ。うわー、マジでわかんねえじゃん。なんかこの人かなーっていうのはあるんだけど、うんうん。正直自信ない。あ、本当？うん。いや、もう絶対聞いたことあるのに、これわかんない。うん。もうや、もうや。はい、オッケー。オッケー？はい。はい、では、ミュージックビデオを何回か見てもらいまして、声優さんの考察が終了しました。はい。先ほどの回答から変更はありますか？ですね、今回、まあ、いつもそうなんですけど、聞いたことあるけど、うん、分かんなかったですけど、まあ、ご紹介させてください。はい、お願いします。そういう気持ちで聞いてください。お願いします。